小田急2600系電車、小田急2600系電車、小田急2600型電車は、小田急電鉄、小田急で1964年から2004年まで運用されていた通勤車両である。近郊区間における輸送力増強を目的に掲げ、小田急の自社発注による通勤車両としては初めてとなる全長20メートル級の 大型車両として登場した車両である。車体幅を 2900mm まで広げて、収容力の増大を図っており、車体構造はその後の小田急における大型通勤車両の基礎となった。2400系 HE 車の経済性に対する考えを受け継いだ車両として、ニューハイエコノミカルカー、略してネイという愛称が設定された。登場当時は、 駅ホーム有効庁の関係上5両固定編成で申請されたが、後に全編成に中間車1両が増結されて6両固定編成となり、1968年までに合計132両が製造された。主に各駅停車や準急に単独編成で使用されたが、1983年3月より多形式と相互連結されるようになり、末期には急行で、 箱根登山線箱根湯本駅に乗り入れる運用も多くなった。1993年から1995年にかけて一部が8両固定編成化された。2000年度以降は2000型や3000系の導入により、淘汰が開始され、2004年までに全車両が廃車された。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、 両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、2669、6のように記する。また、特定の車両については、車両番号から、サッハ2750番台などのように表記し、2200系、2220系、2300系、2320型をまとめて、アブフム車、2400型は、HE 車。 本形式2600型は、ネイ社と表記する。小田急小田原線の輸送人員は、1960年代に入ると、毎年10%ずつ増加するようになった。特に朝の通勤混雑において、1961年には、ピーク時1時間に30本の列車が運行されるという過密ダイヤとが、これ以上の増発の余地はなくなった。そこで、 1962年のダイヤ改正では、すでに朝ら主事の各駅停車に重点的に運用されていた HE 車にアブフム車を連結した中型車6両編成による運行が開始された。しかし、すでに増発の余地がない中で、郊外からの優等列車の運行本数を確保しようとするには、既存の各駅停車の本数を減少させることで対処するしか方法がなかった。 とはいえ、単純に、各駅停車の運行本数を減少させることは、各駅停車の輸送力自体を減少させることになる。ため、本数の減少分については、列車一本あたりの輸送力を増大させることによって、補う方を取る以外に選択肢はないと判断された。そこで、近郊区間の各駅停車については、大型車6両編成、郊外へ直通する急行については、 大型車8両編成に増強することになった。これに合わせて、すでに中型車6両編成の編成長である105メートルに延伸されていた各駅停車の停車駅ホームを大型車6両編成の編成長となる120メートルに延伸する計画が立案された。そして、新しく登場させる車両は HE 車の計画時に見送りになった。 全長20メートルの車両への切り替えを行うこととなった。こうして、小田急における大型高性能車の講師として登場した車両が NE 車である。当初は、新宿側から制御車、区派2650番台から、付随車、左派2750番台から、電動車、手派2600番台から、電動車、手派2700番台から、電動車、 デハァ2800番台から制御車区派2850番台となる6両固定編成製造する予定であったが、近郊区間のホーム延伸工事が完了するまでは、サハ2750番台を除いた5両編成で運行されることになった。本説では、登場当時の仕様を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、 全角で講述する。ネイ社は全長20メートルの車両による5両固定編成で製造され、1967年から1968年にかけて全ての編成が中間車を増備して6両固定編成となった。形式は、先頭車が制御車の区波2650型で、中間車は電動車がデハ2600系、付随車が サハ2650系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。車両番号については、それまでの形式では、各形式ごとに連番となっていたが、名車からは、同一形式でも編成中での連結位置によって100単位で、番号を区分し、末尾二桁が編成の中で揃う方式とした。戦闘車。 中間車とも車体長 19,500mm、全長2万 mm で、車体幅は 2,900mm の全金属製車体である。車体幅を車両限界いっぱいの 2,900mm まで拡大し、車体一層を絞り込んだ。立ち席収容力を大きくする方策の一環として、側面の鋼からの厚さはそれまでの車両より 10mm、薄い 92.3mm とした。 正面は貫通型3枚窓で、正面貫通扉の脇に手すりが設けられ、貫通扉下部への方向膜設置については、HE 車と同様であるが、車体幅が拡大されたことにより、正面窓の寸法は高さ 765mm 幅 800mm 正方形に近くなった。正面窓は、外反から一段くぼんだ構造になっている。 助手席窓上には種別表示膜の小窓が設置されたが、これは1600型で、種別膜を採用して、以来の採用事例である。また、HE 社の前面部分の半径は 5000mm で、あるのに対し、ネイ社では 6000mm と、緩やかなカーブとした。側面客用扉は、各車両とも4箇所で、1300mm 幅の両開き扉である。側面窓の配置は、 国鉄101系電車と類似しているが、幅 920mm 高さ 900mm の二段上昇窓が、客用扉間に二つ一組で、客用扉と連結面の間には二段上昇窓が一つ設けられ、客用扉と窓の間には、戸袋クロ窓を配置、乗務員扉と客用扉の間には、戸袋クロ窓のみが配置された。クロ窓の幅は、mm、と、 国鉄101系の 419mm より狭くなっている。車両間の貫通路は 1080mm 幅の広幅で、つまの窓は2段上昇式である。なお、代々木八幡駅構内の急曲線での車両限界に対応させるため、車端部の側面層下段を締め切りとすることで対処した。乗務員室の後部は、飛袋窓と扉が続き、 扉が閉じている場合は、開口部が約2.8メートル後ろの客用窓まで、開口部がないことになるため、屋根状の通風機、ベンチレーターについては最前部は、スイラッシュ式上で間隔を詰めた。また、乗務員室直後の戸袋窓については、陶器以外は外側を鎧戸、内側を打ち抜き板とした、通風口とすることで、この箇所の換気性能を確保した。外部塗色は、 当時の通勤車両の標準色で、ダークブルーとオレンジイエローの2色塗り塗装である。車内はロングシートで、扉の間は7人掛け、車ン部は4人掛けとした。わずかでも立ち石油化面積を増加させることにこだわり、HE 車では座面高さは 400mm、座席奥行きを 450mm、背もたれの厚みも 150mm と設定していたが、 ネ車社では座面高さを 430mm、座席奥行きは 400mm、背もたれの厚みを 80mm とした。これらの手法により、座席の前縁を基準とした床幅は、HE 社の 1300mm に対して、455mm、拡大された 1755mm となった。座席上の荷物棚の下には掴み棒を併設したほか、 出入り口脇の座席には袖柱を設置した。また、扉付近だけではなく座席の中間部にも枕木方向に釣り手棒を設置した。室内の配色は天井が白色系で、側壁は薄緑色系の色、座席のモケットは濃紺色とした。車内の照明装置は交流蛍光灯16本と直流蛍光灯2本で、直流蛍光灯は 予備道兼用である。1965年の図ビー車からは、座面高さを 20mm 高い 450mm、座席奥行きは 430mm、背もたれの厚みも 90mm に変更されたほか、座席中間部の釣り手棒は省略された。ネイは、各駅停車専用として製造されているため、軌道加速度は、 HE 車並みの時速 3.0kmS を確保したいところであったが、20m 車となったため粘着重量比率を高く設定することはできず、制御段数についても保守上の理由から標準的な段数に落とされることになった。このため、加速度は時速 2.8kmS と設定された。しかし、各駅停車でも、駅間距離が3トルから5トルに及ぶ。 区間もある子や団体列車や臨時列車に使用されることもあること、また将来的には通勤急行や通勤準急にも使用することを視野に入れていたことから、最低限必要な性能として、最高速度は時速 100km、平坦線近高速度は時速 130km と設定された。また、経済性を重視した m t 移動数の編成とするため、六両編成では、 電動車を3両とすることになり、それまでのように電動車を2両1組とする方法、MM ユニット方式は採用できなかった。しかし、単独の電動車、1M 方式では、電気制度の範囲が縮小するという問題があった。ため、電動機6台を1組にして制御する方式、3両で2ユニットを採用した。主電動機は三菱電機製の保証巻線付け替え。 g ン分割直巻電動機である MB-3095AC 型、端子電圧 500V、定格電流 290A、出力 130kW、最弱目回時率25%を採用した。加速時、立行時には分割された境時を並列に接続し、改正制度の作動時には、モーター6機の分割回時をすべて直列に接続し、 分巻電動機として動作させることで、0時電流を減少させるとともに改正効率の向上を図った。主制御機は三菱電機製のアブフム -176 から 15mRH 型を採用し、デハ2600番台、デハ2800番台の車両に搭載した。一機の制御機で6台の主電動機の制御を行う、方式、1C6M で、 デハ2700番台の主電動機については、新宿側の台車に搭化された主電動機がデハ2600番台の制御装置から、小田原側の台車に搭化された主電動機は、デハ2800番台の制御装置からそれぞれ制御、去る。制御段数は、直列11段、並列9段、弱め回、16段、改正制度十18段である。制装置、ブレーキは、 大荷重機構付け電力改正制度を併用レンジ、直通制度の HSCR 型を採用したが、電力改正ブレーキは小田急では初採用である。これは朝ラッシュ時の消費電力を抑制するため、ピーク電流の発生を改正ブレーキにより崩していくという考えで採用されたが、抵抗器を小型化することが可能となったために、床下機器の偽装にも有利に採用する結果となった。 電力回生ブレーキは時速 40km まで採用し、それ以降は空気ブレーキに切り替わる。電動車の台車は車輪計 910mm、軸間、距離 2200mm の隅ども金属工業製 FS360。制御車は車輪計 762mm、軸間、距離 2100mm の隅ども金属工業製 FS060。FS 付随車については、将来の電動車化を考慮して、車輪計 910mm、軸間、距離 2200mm の住友金属工業製、FS360A となった。いずれも、小田急では2200型からの実績がある、アルストムリンク式台車で、小田急の通勤車両では初めて空気バネを、本格採用した。空気バネには、 住友金属工業製のダイヤフラム式空気バネであるスミライドが初めて採用され空気バネの横剛成を利用して揺れ枕スイングハンガーを省略したほか軽量化と乗り心地向上のためボルスターアンカーは車体結合式ダイレクトマウントとした基礎制動装置は前代車ともシングル式である補助電源装置は デハ2700番台の車両に旧クバの CLG-318C 型電動発電機を2台搭載した。電動空気圧縮機は両側の先頭車に CE-2000 系を1台ずつ搭載した。終電装置、パンタグラフは各電動車の新宿側屋根上に PT42K4 型皮脂枠パンタグラフを設置した。編成両端の連結機については NCY が当密着自動連結機を装備したが、区波2671区ハ2672、区波2871区波2872は、当初より CSD78 系密着連結機を装備した。1964年11月5日のダイヤ改正より運用を開始した。当時は、ホーム延伸工事が完了していなかったため、 付随車を除いた5両編成での運行開始となった。しかし、粘着限界に近い加速度の設定であったため、雨や雪などで粘着条件が悪化すると空転が多発し、運転士は苦労したという。また、電力改正ブレーキは、早朝の出庫では失効してしまい、大変だったという。なお、鉄道ともの会により毎年優秀な車両を、表彰する制度として制定されている。 ローレル賞の1965年第5回投票は得票率が2位となったが時点ではなかった。なお、1966年には将来の8両編成運転のため、アブフム社2両編成と連結する試験が行われているが、この時は実現には至っていない。1967年10月より、ホーム延伸工事の完了に伴い、 付随車を新造して組み込む6両固定編成化が開始された。当初は新宿側から2両目に付随車を組み込むことになっていたがラッシュ時の混雑は新宿側の車両の方が激しいことから少しでも粘着重量を稼ぐ目的で組み込み位置が小田原側から2両目に変更されたこの時点ではネイ車は5両固定編成が20編成用意されていたが 付随者については、サハ2751から2758までと、サハ2767から2770までの12両が別途製造され、12編成について6両固定編成化が行われた。なお、同年11月には、小田急百貨店の本館が完成したことを記念して、2661ごと2662ごの2編成が始動。 ベースとして赤と金色の帯が入る特別塗装変更され同年11月23日より運用を開始した。1968年7月には2671号と2672号が入線5両固定編成のままで運用を開始したが、付随者については同年10月にサハ2759からサハ2766 までと、サハ2771サハ2772の重量が製造され、同年11月に残る5両固定編成も6両固定編成化された。この時、サハ2761サハ2762の2両については特別塗装で新造されている。同年中には全編成に対して OMATS が設置された。 1969年4月から、ケープアイボリーのジニーロにロイヤルブルーの帯が入る、新標準色に変更されることになり、現社による最終確認のために26556の編成に対して塗装変更された。その後、順次新標準色に変更されることになり、特別塗装の2編成とも、同年5月に新標準色に変更された。1970年には、 空転対策の試験として、再粘着装置を26516の編成に装着した。空転が始まると、ノッチ診断を停止すると同時に、空気ブレーキをかける仕組みで、結果が良好だったことから1972年には、全編成に対して、再粘着装置を装着した。1972年から1981年にかけて、 全編成に対して冷房化改造が開始された。1974年までに冷房化改造を受けた。編成は CU-12B 型集約分散式冷房装置を搭載し、補助送風装置として扇風機を残したが、その後の改造では冷房装置を CU-12C 型に変更し、送風装置もラインデリアに変更された。また、冷房化改造と同時に、 前面の行き先、種別表示装置の自動化と、側面表示装置の新設を行ったが、1977年までに改造された車両は、側面表示器は、種別のみで、それ以降に改造された車両では、種別と行き先を、表示する仕様に変更された。1982年1983年には、向こうが丘遊園で行われている、フラワーショーに合わせ、 特別塗装を施してフラワートレインとして運行された。1982年はフラワーショーが20周年を迎えたのに合わせ赤、大色、黄緑色でチューリップをデザインした特別塗装が2666に施され3月から6月にかけて運行された。翌1983年3月から7月にかけてはフラワーショーのテーマが 陽照明の世界であることに合わせ、2669、6の編成に対して、車体上部を白色、車体下部をピンク色とし、桃色の部分には、陽照明のイラスト、花畑の中で少年と少女が笛を吹いている姿が描かれたシールを重複した。車内には広告の代わりに、21世紀に残したい、日本の自然百選と題した写真を展示した。 それまでは、車両特性の相違から本形式は、他形式との連結を行わず、ネ車単独で運用されてきたが、重量編成列車の増加に対応するため、1981年より他形式との連結の試験が行われた。この結果を踏まえ、1983年3月22日からは、4000型を除く他形式との並結運用が開始された。ただし、 小田原側に制御車と付随車が連続するという構成から重量編成運用では新宿側に連結できないという制約は残った。1985年から車体の劣化部分の補修が開始され、1989年までに2652-6と2654-6の2編成を除いて車体修理は完了した。1987年以降に、 車体修理を施行した車両では、つまの窓が固定化された。1986年1月から、VVVF インバータ制御の現車試験を行うことになり、26626の付随車で、ある、サハ2762が試験車に選定された。サハ2762に搭載されたのは、三菱電機製のカゴ形三照誘導電動機で、 あるメガバイトマイナ -5019A 型で、三菱電機製の G と阻止仕様のインバータ装置である m、m a p 八十四から 15V09 バタを搭載、回路接続は四個 A 級並列とされた。駆動装置は WN ドライブ、歯車比は百一十六に設定された。同年二月から試験走行が開始され、同年三月十七日からは営業運転が、 開始された。その後も、性能試験とデータ収集が行われ、1987年11月に試験を終了し、付随者に戻された。1991年10月11日、台風による土砂崩れが、多摩線黒川駅与田急長山駅間で、発生26716が土砂に乗り上げ三両が脱線する事故が発生した。 早期復旧のため小田原側の2行、佐波2771区波2871は現地で解体され、1992年2月28日付で廃車となった。これがネイ社では初の廃車となった。26716の編成が車体修理を試行済みの編成であったことから、車体修理試行者を優先的に営業投入する方針となり、 残された4両については、車体修理が未試行であった26546、からさ派2754区派2854を組み込んで営業運転に復帰した。このため、1編成の中でサービスレベルの相違が見られる編成となった。1993年からは、均衡区間確定の8両編成化に対応し、 名車に対しても8両固定編成化が行われることになった。当初計画では6両編成21編成と1991年の事故で小田原側の2両26716に供出した26546の残り4両を合わせた130両を蘇生変更により8両固定編成14編成とし不足する電動車は余剰となる付随車を VVVF インバータ製により、伝送を行う計画であった。8両編成下にあたっては、両端の制御車の間に、電動車を4ユニット組み込んだ 6M に T 編成とされ、デファ2700番台の車両からはパンタグラフを撤去した。また、電動空気や宿機については、デファ2700番台、6号車にも増設された。 1995年に26516と2654、6の電動車3両、デハ2604デハ2704デハ2804を組み合わせて8両固定編成化をい、デハ2604デハ2704デハ2804についてはこの時に、車体修理が施行された。他の編成についても、順次8両固定編成化が行われた。また、 1995年には、余剰となる付随車4両に対して2000型と同じ、主制御機と主電動機を使用して、電装を行い、新たに8両固定編成を蘇生することになった。制御装置は、イベット素子3レベル方式の VVVF インバータ、制御装置である三菱電気製マップ -178 から 15V50 型を、 デハ2716とデハ2736に搭載した。インバータ1機で、主電動機4台を制御するユニットを1軍とし、1台の装置の中に2軍のインバータを収めている。主電動機は、出力1 7 5キロワットのカゴ形参照。誘導電動機である三菱電機製のメガバイトマイナス 561A 型を採用。駆動方式は、WN ドライブで、 歯車比は99、14に設定した。電送にあたっては、もともと装着していた FS360A は使用されず、東急車両製造製の軸バネ式空気バネ台車 k s 8 1 8が申請されているが、心ざら、空気バネボルスターアンカーブレーキシリンダについては FS360A から流用した。ブレーキは、 他のネイと同様の HSCR 型である。8両固定編成は他社との連結を行わないため、先頭車の電気連結機を撤去した。1995年までに8両固定編成は合計6編成となったが、事業計画の見直しにより8両固定編成化はここで終了となった。余剰となっていた。 区千2650系6両と、二千2650系2両のうち、2666、6、初代の千七2766と、区八2866については、千七2771、2代区八2871、2代へ改版を行い、2671、6の小田原側2両の千七2754と、区八2854を置き換えた。 編成から外されていた、区波2854を含む区波2650、計6両と、サハ2754を含むサハ2650、計2両の、計8両は、1994年から1996年にかけて廃車となっている。2000系の増備に伴い、2000年度から、姉車の到汰が開始された。最初に廃車となったのは、 VVVF 改造車の26668で、主電動機、主制御機については2000系20548に転用された。8両固定編成は2001年度に全廃され、続いて6両固定編成が3000型に置き換えられる形で廃車が進められた。なお、2002年以降は、他形式の6両固定編成と同様に、 箱根登山線への乗り入れ運用に入る事例が多くなった。最後まで残存したのは2676で、2003年10月には登場から1971年まで使われた、ダークブルーとオレンジイエローの旧塗装に戻されて、営業運転に入り、鉄道ファン以外の乗客からも注目された。翌2004年6月5日のさよなら運転を最後に、運用から外れ、 同年6月16日付で廃車となった。当時は号車番号は不満されていなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。